中がこういう芯が集まってて、本当にあの小枝みたいな感じの雑草なんですよ。この笹の太いやつ生えてるっていう感じで、本当にやばかった。本当にね、すごかったよね、うん。すごかった。はい、こんにちは。こんにちは。いや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 、やってしまいました。うん、そうね。これね、シュレッダーブレードって言うんだけど、うん、前回使ったね、ジェットフィット2の、うんうんうん、オレゴン社製の、シュレッダーブレードを注文したつもりだったんですけど、アマゾンで、はい、送られてきたのを見たら、この黒いやつやったんですよ。うん、ちょっとあの時びっくりしたね。うん。ほんで注文履歴確認したら、うん、やっぱりこれ注文しちゃってるんですよね。で、もうダメかと思った。間違えて注文しちゃったのね。そう。でも、1000円安いんですよ。オレゴン社製より。で、1798円。中華製のね、シュレッダーブレードで。で、オレゴン社製のこの赤いやつは、まあ2700円か2800円で、1000円ぐらいね、こっちの方が中華製の方が安いんで、まあ、やってみようと。を使ってみようと思ってね、やってみました。で、結論から言うと、本当にやばかった本当にね、すごかったよね、すごかった。エグボ君が、な、やっても本当にすごいと思ったしな、で、こっちで撮影してる側、師匠が旗から見てても本当すごかったんで、そのね、風景様子ね、様子を、これからね、やっていきますんで、はい、で、いろんな太さのやつ、柔らかいやつから太いやつまで、これでやってますんで、ぜひ最後までね、見ていただければ、いろんなね、これで粉砕してるやつが見れるんでね、はい、見ていただければ嬉しいです。嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい。中華製のシューレッターブレード、ね、この後ろ、まずはこの、ここな、ちょくちょく太い茎も混ざってたり、混ざってなかったりとかな、するから、まあ、結構ね、草が生い茂ってるところだから、そうやな、ちょっと入って見てみようか。ちょっと太い茎あったらね、教えて。そうね、大体なんか笹っぽいやつやな、あとゲジゲジ虫みたいな。そうね、ゲジゲジ、これあれじゃないの、猫じゃらしの種類になってるな。そうなんかでもこういう、太いやつあるな、まあ、ほんで、あれやな、腰の位置あたりの草が、こんな感じやな、生えてるところを、刈っていきたいと思います。はい。はい、それじゃあ、準備をよろしくお願いします。お願いします。行くぞ。この後にもね、太い茎とか生えてる草をちょっとね、またね、やっていくから、そこもちょっと見ていただければなと、そうやな。思います。はい。はい、じゃあね。それじゃあ、はい。行きましょう。
方の半分ぐらいまで買って、あともうちょっと残ってるんですけど、うんうん、すごいね。うん、もう本当に、髪の毛おかしいで。あ、汗でね、うん、汗でちょっとこれつけてたから。肩から見ててもな、うん、結構な馬力があって、粉砕力もあるわな。うん、で、やっぱこのシュレッダーブレードのいいところって、うん、刈った草がやっぱ細かくなるから、うんうんうん、その後の草も結構扱いやすい、うんうん、なんかこう堆肥とかにも使いやすいようなサイズに粉砕できるっていうのも、うんうん、いいところかなと思ったのと、やっぱあっという間にね。なあ、だからなんやろな、粉砕力に関して言えば、うん、今のところ問題なく使えてるっていうことやな。全く問題ないね。うん、でしかもオレゴンブレードより1000円安いし、うん、まあメリットとしたら。まあ、ありっちゃありかもしれんな。ありっちゃありかもね。うん、まあ、ただやっぱりその、威力が強すぎるのはあるから、うん、やっぱり周りに気をつけて、しっかりエンジンかけたら、ここのレバーを、こう、押さないようにしないと、やっぱりちょっと押しただけで、すごく回転するから、そういうところはこう、作業は、かなり安全に配慮して、やったら方がいいかなと思います。はい。はい、じゃあ、ね、残りのね、うん、やっていこう。どこも買っていきます。よろしく。はい。はい、ご苦労さん。はい、お疲れ様です。お疲れ様。やっぱりね。どうやった？いや、すごかった。もう本当にあっという間に綺麗に。あっという間やな。なんか絡まること一回もなくてな。そうそうそう。ちょっとこっち来て。ん？これはすごい。勝ったところで、あっちから向こうが、うんうん、勝ってないところなんだけど。なあ。もう本当にこれ勝った草が山積みになってる。そうやな。そうそうそう。すごいな、この威力。すごかった、本当に。やっぱり、やばいな。やばい。もうダメかと思ったんだけどな、黒いのが送られてきた時は。本当にね、最初ね、オレゴンだと思って開けた時どうしようかと思ったけど。そやな。これはこれで結構いいかもしれないね。なあ、まあ、このオレゴンの方の切れ味は知らんけど。うん、そうね。まあでもこれ、安いし、うん、こんだけ。十分枯れてるからね、うん。十分使えるレベルではあるわな。うんうんうん。よかったよかった。まあこの不幸中の栽培って、まあ不幸ではないけど、うんうん、小単価な駒やったな。ほんとほんと。これは結構な。うん、でな、ね、続いて、なんかいろんなもん、いろんな太さのやつ。そうね、こうちょっと他にもね、ちょっといろんな草で試して切ってみるか。実はあるんですよ。ここに山積みにしてるんですけど、はい、これ自媒系、うんうんうん、のやつで、うん、この根がブワーって張るやつ。ああ。で、バーって横に広がる系のやつで、長いんですよ。そうね。じゃあ、こういう風な、うん。ほら。で、結構ほら、太い太い。太い。雑草の幹がこんな感じで、うん、もうほとんど木だね、ほら。そうやな。こんな感じ、硬くて、ほら、うん。ここがちょっと切れてるとこなんですけど、ほんとに芯がちょっと結構詰まってそうな感じ。うん、いかにも硬そうやな、これは。あと赤い茎の、ハイビューとか、うん、谷そばとかっていう感じの。うんやつを、うん、これも結構厄介やな、うん、茎が太いからこれは、うん、まあ、横に広がるから、うんうんうん、まあ草刈り機ではちょっと草刈りにくいんだけどな。あでこれをまあ引っこ抜いて山積みにしたのがここにあるんで、うん、これね、うん、普通のチップソーやナイロンコードやったら全く歯が立たんと絡まってな、うん、そうね、うん、これを、うん
ちょっとシュレッダーブレードで、もう文字通り言葉通りシュレッドやっていきますか。やっていきましょうか。粉砕ね、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、こんな粉ですよ、こんなんですわ、ね、すごいね、うん、こんな感じ、ほらほら、この幹が粉砕された後、こんな、こんなごな細かくなって、こんな風にほら粉砕されてます。最初うん、こんな感じだったんですよ。うん、最初はこんな感じ、うん、それが、うん、粉々こんな感じになってます。これね、堆肥にするときも、うん、細かい方がな、やりやすい、う、ね、うん、分解が早くなるからね、うん、じゃあ続いてね、はい、この用意した枯れ木ね、はい、これちょっとどれぐらいの太さある？どれぐらい、でもかなり太いね。うん、もうここまでいったら木だもんね。そうやな、これちょっとやってみようか。うん、やってみれば、あのおじいさんは山に芝刈りにの芝やな。そうやな、うん、じゃあそれをやっていこうか、はい、ちゃんとフィールドしてな。うん、はい。いやー。今の見ました。すごい威力だね。コッパみじんですよ。これ、うん、ほら、跡形もない。いやー、すごかったね。すごかったな。うん。やっぱり。粉砕されてな。うん。ほんで、これが、さっきのあの一番太い、木の幹の方の枝。で、もうこんな風に、細かく。バリバリになってるな。そう、バリバリになってる。うん。し、多分これかな、ほらほら。この枝、さっき、ついてた枝。こんな風にもうなんかこれももうそのまま堆肥に使えそうやもんな、バラバラやから。そうそうそう、ほらこんなすごい、ね、ええー、感じですよ。あの短期間で本当に、うん、すごい、あの粉砕されてる細かく。ナイロンコードとかチップとやったら確実になんかこのな、持っていかれたりとか、うん、絡まったりとかするパターンやもんな、うん、もう全くさ、あの木の威力よりもこのシュレッダー、うん、二枚刃の威力の方が勝ってるから、もう全然そうやな。逆になんかこう草とか枝たちが駆逐されていくみたいな。あ、まさにその通りやな、うん、シュレッダーブレード曰く駆逐ブレードやな。そうやな。すごかった、すごかった、うん、まあ今日はあの最初な、うん、使ってるだけやから耐久性に関してはまだ分からんけど。そうね、やっぱり使い込んでからもね、まあそのざっとな、うん、2、3時間、うん、あの買ってるけど、うん、全然下手った様子もないし。そうね、で切れ味が悪くなってることもないしないからな、うん、シュレッダーブレードの構造物 自体は、うん、簡単だな。そうね、結構単純な、うん、作りではあるけど、なんかでも触ってみたけど結構作りもしっかりしてて、うんうんうん、あの厚さも結構あるし、そう、あのなんていうんだろう、頑丈なんだよね、刃が。そうそう、威圧感半端なかったもんな。ブルーンって
いや、だから本当に、止めた後も、まだ歯が回転してるから、そう。もう気をつけて、で、かけたてと、エンジン消したての時とかも気をつけた方がいい。そうやな、これ、本当、性能はいいけど、うん、それの、裏側にはな、ちょっと危険っていうのがあるからな、うん、切れすぎるっていうことはな、うん、闇はあるわな、うん。光があれば闇がある。そうね。わかりました。はい。どうもレポートありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、現場からでした。この45度、まあ、50度ぐらいあるかな、うん、これ。で、しかも、5メーター、6メーターぐらいあるかな。そうね、ここは本当にきついからね。だから、うん、ここ、用水路なんですよ。うん、まあ、ちょっと草に隠れてわからんけど、うん、用水路の対岸から、こう、一列、うん、これ、この間、こっちは、買ったとこやから、そうね、結構、短くなってる、太いの、幹が太いところ、うん、残ってないけど、こっちから、向こうは、向こうはね、相当残っとるから、うん、ここを対岸から、一列、うん、やってみましょうか。はい。うん、危ないからな。うん。ちょっとこう、乗り面で滑って転んだ時にな、その、ちょっとね、はぁとかちょっと凶暴すぎるわ、うん。うん。ちょっとそのナイロンコードとは比べ物にならない。なんかもう次元が違ったな。そうね。次元が違う破壊力。うん。まあでもうちな、うん。チップソー、うん。ナイロンコード、うん。シュレッダーブレード、うん。この3種類持ってて、最強草刈り。そうね。うん、草刈り業者に、うん、なれるな。3種類3種類とも特性があるから、そうやな、やっぱりその雑草の種類とか場所に合わせてこう変えていったりとかねするのもいいかもしれないね。まあ刃物っていうもんはな、使いようって言うからな、昔から、うんうん、じゃあここ一列、ちょっとここの草、うん、ピョーンと、はい、いつもの飛び移りでピョーンと行ってください、うん、はい、せーの、おー、ついついついほんで、そこで、ついでに、草の太さとか、どういうふうな種類なのか。これはね、まあ、前回の動画でも登場してた、前回っていうかこの前、うん、以前の動画でも登場してた聖鷹和立草。もう本当にこれ、もう、これが強敵なんですよ。こんな感じ？ほら、折ったら、中がこういう芯が集まってて、本当に小枝みたいな感じの雑草なんですよ。で、これがもう本当に。これがほんま群生してる。これと、笹の太いやつが群生してるような、この感じやねんな、これ。これが本当に一番厄介なんだよ、硬いから。のり、しかものり面でな。そう。あとこれ？この笹の太いやつ？うん。そう、生えてるっていう感じで。じゃあやっていきましょうか。はい。はい、今回よろしく。イエーイ！はい、どうもー、はい。お疲れ様でしたー。いやー、どうでした？どうでした？見ていただいた方、はい、すごかったでしょう。ねえ。ねえ、全く問題なくね、うん、切れました。はい。やばかったでしょう。やばかった、ね。すごかったでしょう。もうね、うん、これ見たときは、うん、あれ？なんで黒？赤じゃないの？って、うん、もうダメかと思ったんやけどな。ね、全然遜色なく、うん、な、いけたな。うん、で、実際やった感じ、うん、手応えはどんな感じやった？いや、もう本当になんか腕の力がいらないぐらい、うん、この2枚刃、うん、シュレッダーブレードに触れるだけで、草がもう本当に粉砕されていく感じで、うん、なんか、結構その体力的にも楽だった部分はあったかもしれない。うん、巻きつくことは一回もなかった。あ、そうね。チップソーやナイロンコードやったら、あんなな、うん、長いやつやったら、何回か絡みついてな、うん。そうね。その都度、
ほう。うん、エンジン止めてね、うん、こう、くそったりとかしなきゃいけないんですけど。その作業がない分な。そうそうそう。で、このやっぱ作り的にもね、うん、こう、単純やさかいな。そうそう、引っかかってもどっかに多分逃げていくと思うから、うん、こう、ぐるぐるっと、こう、絡まることはなかったね、あんまりね。で、こう、使ってみてな、うん、こう、見ててもそんなに、この、へたってる感じはないし、うん。ちょっと、あの、歯をね、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、こんな感じで、厚みも結構あって、しっかりね、重量も、なんて言うんだろう、こう、しっかりしてる感じ、うん、だから、なんか、なんて言うんだろうな。なんか、安物感はあんまりないよね。ないな、うん。これね、ちなみに、オレゴンブレードより1000円安いんですよ。うんうん、な。だから、ここまで働いてくれるんやったら、1000円安いし、ありやなって思ったな。まあね、そうやな。うんまあ、オレゴンのシュレッタブレードはね、使ったことないから、うん、まあ、まだわからないけど。なあまあ、な、うん、逆にオレゴン使ってみたら、オレゴンむっちゃええ、みたいになるかもしれんけど、うん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 、この形でな、うん、その単純な形で、どんだけ差がつけれるか、っていうのもちょっと見てみたいわな。でも、これで問題なく。問題なかったね。できましたね。まあ、ただやっぱり、結構勢いが強いんで、うんやっぱりこのエンジンつけた時は、レバーを触ったらもうすぐすごい勢いで回転、歯が回転するので、うん、そこはエンジン つけた直後は気をつけてほしいのと、そうそう、エンジン消した後は、回転が終わるまで、うん、止まるまでな、うん、みっちりこう見届けてから、うん、作業するなり触るなりせなな。うん。うん、ちょっとね、そういうこと。だからもう、すごい威力が強すぎるから、うん、な、地面の石とかあったらガチンコでガチャーンってお互いが破壊し合うから、うんそういうところはちょっとな。うん。まあ、デメリットといえばデメリットやな。そうね。注意点といえば注意点やけど。うんうん、だからなんかしっかり周りに石がないことを確認して、うん、あともうどうしてもうっそうとしてるところを刈るんだったら、うん、地面ギリギリまで行かずに、地面からちょっと離れたところで、うん、そうやな。止めて、うん、で、また刈って止めてっていう風にした方が、うん、いいわな。うん。下に何があるかわからんからな。そうそうそう。身のためではあるかなという風に思ったね。うん。うん、そういうことで。うん。以上、今日は、この、中華、シュレッダーブレードの闇に迫るということでね。もう闇どころか、もうね、うん、すごい、やばい。やばかった。すごかったね。はい。で、今日は、はい、今日はね、うん、エクボくんが、はい、おにぎりじゃなくてお弁当、はい、お弁当を作ってきてくれたそうなんで、はい、ちょっと出してみようか。はい。はい、じゃじゃーん。お、楽しみやな。はい、こういう感じで。やっぱりな、この労働の後のな、うん、このお弁当って、いいよね。うん、いいね。はい。どうぞ。こんな感じでね、お弁当作ってきました。ちょっと中見てみて。ね、ちょっと、じゃーん。じゃじゃーん。これが、私の特製ハンバーグ。手作りハンバーグで、このハンバーグには、ニラが入ってる。ニラハンバーグを、ちょっとケチャップとソースの、洋風のタレにして、焼いて入れたものと、で、これ春巻き。春巻きを揚げたものと、卵あるんだけどちょっと言えないかな、うん、これ卵焼きと、で実はね、うん、このかぼちゃが自分のね、やっぱ圃場で育ててたそうかぼちゃがあって、でそれももう本当にね、無農薬で、それこそ自然農でやったの、うん、自然農で育ててたかぼちゃだったんですけど、あんまり大きいのは取れなかったので、自分たちでちょっと消費するように取って、これかぼちゃの煮付け、甘煮付けを作ってみました。それじゃあ食べていこうか。はい、どうかな。命に感謝いただきます。うんうん、うまい。美味しい、うん、よかった。なんかこっちの方が綺麗に詰めれてるかも。うまいな。ちょっとこれ偏って、うん、このかぼちゃうまいよ。美味しい、うん、うちで採れたかぼちゃだから、うん、やっぱりね、自然ので売ってるから、うん、皮もな、安心して食べれるし、うん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 、このね、うん、ハンバーグも美味しいんですよ。うんうんうん、うまいな。美味しい、うん、やっぱりね、4万円、5万円のフレンチもいいかもしれませんけど、まあ食べたことないけど。やっぱりね、こういうのはね、うん、手作りの心温まるね、うん、お弁当作ってみてはいかがでしょうか。うん、でね、またね、うん、このうちの宣伝部長、うん、エクボくんね、料理がうまいんですよ。ね。うん、またね、うん、なんかの機会でな、うん、弁当作ってな、視聴者の皆さんにな、うん、集まった時に。そうね。うん、振る舞って。ね、振る舞えたらいいね、うん。いいなとも考えてるんでね。うんうん。ぜひぜひ応援。よろしくお願いします。温かく見守っていただけたら嬉しいです。生温かくね。はい。うん。じゃあ、それでは。はい。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録、またコメント欄にコメントを書いていただけるとすごく嬉しいです。それでは
社長もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。あとね、今回コメントいっぱいいただいてるんですよ。コメントこう貼っときませんかね。いつもありがとうございます。よーく見たら、あ、俺書いたコメントちゃうかと思ってありますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、はい、いつものそういう釣りでピョンって行ってください。はい、いける。はい、はい、今の気持ちは、ちょっとあんまりやりたくないこれからさ、やりたくない。でこれからさ、ちょっと高にするからさ、ちょっとまぶし気をつけろ。はい、せーの、おーっといったいったいった。